子供庁児童虐待4候補の意見。恒大集団の経営破綻に対策指示。GPIF 中国に7000億円超投資。電力不足創業は週1日だけ。人権弁護士釈放後も報道の妨げ。皆様こんばんは。9月25日の d ニュース 小島千里がお伝えします自民党総裁選で立候補した4人は22日に開催された党青年局女性局主催の公開討論会の中で子どもに関する政策について自身の政策を訴えました河野氏は子ども庁の設置を必要とし子どもの自殺と虐待死ゼロや子どもの貧困ゼロという目標を掲げ 教育や家庭、健康診断などのデータ連携に言及しました。岸田氏は日本の子ども関連の予算を倍増し、子ども庁の設置について各省庁の縦割りを打破すると述べました。高市氏は子ども庁の設置について明言せず、子ども政策の推進のために最も効率的で効果的な組織は何か検討していくと指摘しました。また低所得世帯には 児童手当を18歳まで支給するなど支援制度を整える必要性を訴えました野田氏は人口減少を最重要課題とし2022年の通常国会に子ども庁設置法案を提出すると述べました設置に関して子供真ん中という世界で初めての政策を掲げると語りましたまた4候補は児童虐待防止をめぐり政策を表明しました 河野氏は幼稚園や保育園に通っていない無園児や検診に来ない子供の把握、あるいは学校での子供の変化をデータベースにまとめ、行政が把握できるようにすると述べました。岸田氏は絆の大切さを強調し、子育て家庭への財政的な支援や相談体制も含めてしっかり行うと意気込みました。高市氏は親に対する地域での相談拠点の充実と、 児童相談所の体制拡充に言及し、社会政党を周知徹底するための教育を始めると語りました。野田氏は、児童虐待が政治課題の中でもっと取り入れてもらえるよう取り組むと明言しました。次のニュースです。中国当局は過剰債務問題が話題となっている恒大集団を救済しない方針です。アメリカ市ウォールストリートジャーナルは23日、情報筋の話として、 中国当局は経営破綻の危機に直面している不動産大手、恒大集団を救済しない方向を決めたと報道しました。恒大集団の過剰債務問題に詳しい複数の中国当局者によると、当局は各地方政府に対して同社の破綻に備えるよう指示しました。当局は同社の債務危機がもたらした経済的・社会的影響に備えて対策を始めているとのことです。 当局者らの情報では、地方政府や国有企業は、広大集団が秩序ある手法で事態を収集できない場合、ギリギリのところで介入してもよいと、中央当局から指示を受けました。地方政府の主な任務は、失業者の増加や抗議者らのデモ活動による社会不安を抑え、住宅購入者や経済への影響を和らげることです。貴州省西南部の県政府は、 恒大集団の不動産建設工事で雇用された農村からの出稼ぎ労働者の給料が確実に支払われるよう県政府の幹部らに要求したとのことです。また中国当局は一部の地方政府に会計士や法律の専門家から構成するチームを立ち上げ同地域における恒大集団の事業の財務状況を確認し同社の不動産プロジェクトを引き継ぐために 地元の国有企業や民間不動産企業と交渉するよう命じました。続いてのニュースです。香港の人権団体による調査では、日本の年金が中国企業に7000億円以上投資されていることが判明しました。香港の人権団体、香港ウォッチの最新報告では、日本の厚生労働省が所管する年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF は、 中国企業に対して少なくとも7000億円を投資していることが明らかになりました。報告書は、米中貿易戦、香港や新疆ウイグル自治区などの人権問題、中共ウイルスの大流行により、中国と欧米各国の関係が悪化しているにもかかわらず、金融分野では中国と各国のつながりが深まっていると指摘しました。欧米などの年金基金、政府系ファンド、 他の機関投資家による中国への投資はかつてないほど増加しているといいます。同報告書は各国の年金資金はアメリカ政府が金融措置対象に指定した中国企業、IT 企業、国営銀行、国民への監視に関与する企業などに流れていると述べました。それによると今年7月時点で GPIF が中国 IT 大手のアリババ集団に25億7000万ポンド、 約3900億円、テンセントには22億ポンド、約3340億円を投資していました。また中国国営石油企業であるシノペックには6200万ポンド、約94億円を拠出しています。人権団体、インド太平洋人権問題連絡協議会の石井秀俊事務局長は、 中国当局は新疆ウイグル自治区や香港などの住民の人権を侵害し弾圧を強めている。中国当局の利益になるようなことはしてはいけないし、中国共産党を助けるようなこともすべきではないと話し、国民の年金の運用に関して慎重になるべきだと述べました。ニュースを続けます。中国では電力不足が経済活動に深刻な影響を与えています。 中国・広東省などの地方政府は、電力不足の対策として、電力使用制限や生産工場の一時操業停止などの措置に講じています。中国メディア第一財系によると、広東省東韓市電力供給局は、地元の家具メーカーや製造業などに対して、22日以降、電力使用制限を全面的に実行するとの通知を送りました。 通知には我が省では電力供給が逼迫しているとして、同局は毎週1回の送電停止を実施すると示されていました。また、関東省慶養市の電力当局は、地元企業に対して1週間のうち1日だけ電力を使ってもよい、他の6日間は操業停止にすると指示しました。同省仏山市などの政府は、1週間のうちに2日は生産活動を行い、 他の5日間は稼働停止にすると命じました。第一財系は、関東省の電力不足の背景には、火力発電の原料となる石炭の供給不足と石炭価格の高騰があると示しました。同省では5月にも電力使用制限を実施していました。中国市中国基金法によれば、中国各地の上場企業は電力使用制限による 長期的な稼働停止や減産の影響を強く懸念しています中には一部の企業は地元政府の指示により生産再開は10月の大型連休以降になるとのことです最後のニュースです中国で活躍する人権弁護士の過酷な状況は依然として続いています昨年4月に釈放された人権派弁護士の王善章氏45歳は現在も 中国当局から行動の妨げを受けています。アメリカの憲法記念日である17日の午前11時頃、北京公安局はアメリカ大使館で行われるイベントに、王氏が参加するのを阻止するため、5台の車両と私服警官を出動させ、王氏の車を止めて鍵を押収しました。これに対し王氏は当局に国家賠償を求めました。王氏は大紀元の電話インタビューに応じ、 私を含む多くの人が当局から自宅軟禁や行動の妨げを受けている。解決策を見つけなければならない。国に賠償請求することは法的に可能だと思う。と語りました。王氏は2015年の夏に起きた弁護士一斉拘束事件709事件の被害者です。2019年1月28日に天津市裁判所から 国家政権転覆罪で懲役4年半を言い渡されました。尋問中、王氏は拷問を受け、拘束場所が何度も変えられ、弁護士や家族との面会も拒否されました。2020年4月5日、王氏は刑期を終えて釈放された後、交流中に自白を引き出すために様々な拷問を受けたとして、 事件の再審理と無罪判決への変更、違法な取り調べに関与した天津警察官の刑事責任を問うことを求めました。王氏は私たちは声を上げ、あらゆる手段を使ってこの不当な判決と戦わなければならない。これは恣意的に悪事を働き、多くの冤罪事件を作り出した公権力に対する強力な反撃でもあると語りました。ニュースは以上です。 今日9月25日は室町幕府の第三将軍、足利義満の誕生日です。義満は南北朝合一を果たし、その時代猛威を振るっていた守護大名を押しのけ、幕府権力を確立させました。そして何と言っても北山六音禅寺、別名金閣寺を建立し、北山文化を広めました。室町時代の政治や経済、文化の最盛期を築いた立役者です。 彼が所持していた刀の中には、粟田口藤四郎義光が打った矢源藤四郎があります。諸説ありますが、その刀は織田信長や豊臣秀吉の手に渡り、徳川家康の手にも渡ったとされています。やはりカリスマ性と権力があるものには共通する何かがあるのかもしれません。それではまた月曜日お会いしましょう。